したい、ドラマしたい、もっとしたい、もっともっとしたい。ほらげば夢がある、両手じゃ抱えきれない。ほらげば夢がある、ドキドキするようね。田舎の遠く離れても、なんとかやっていける。ドラマしたい、もっとしたい、もっともっとしたい。この後ろに生えてる木が姫イチゴの木っていう、木なんだそうで、実がなるんですよ。まあもうなってますけどね。この今なってる実が赤くなるというと、まあ、食べりゃ食べれるのかな。ちょうどね、山桃の実みたいな感じで、形も似てるし味も酸っぱい、まあ酸味のある、ちょうど山桃みたいな実がなるんですけどね。もうよく知らない、こういう木の実とか、まあ果実っていうのかな、こういうのもどんどん探ってね、あんまり知られてないものを発掘して歩きたいなと思ってるんですけどね。この後後ろにちょうど石垣が見えてると思うんですけど、すごい雑に積んであるよね。だからさ、俺さ、いつもさ石垣見るたびに思うのがさ、これどうやって積んだろう、どうやって作ったろうといつも思うので、本とかで、まあ、テレビとかで何回か作り方みたいのを教わって、その時に、あ、なるほど、こうやって作るんだ、だから綺麗にこう隙間が綺麗に並んでんだと思うんですよ。でもすぐ忘れちゃって、忘れっぽいのかな、すぐ忘れちゃってさ、どうやってするのか今では見るたびに、あれどうやって隙間なくピッチャーを積んであるのかなと思うんですけど、ここの石垣は割と雑に積んでるんですね。なんか石を、適当に積んでる、これなら作れるかなと思って、そんなわけないですけどね。また明日。